心と体に愛ある毎日、まいりのキッチンへようこそ。この番組は118玉宝八尾平、いいわ玉宝八尾平の協力でお送りします。皆さんこんにちは、スピリチュアルガイドのまゆりです。今日は9月4日水曜日ね。お天気がね、あまりよろしくない日が続いておりまして、竜巻が起こったりですとかね、激しい雨が降り続いておりますが、こんな昼下がり、まゆりのラジオでひとときでも涼やかな時間を過ごしていただければなと思います。暑いとね言いながら、もうカレンダーは9月でございます。秋です。ちょっとね、腕出してたら寒いですまあちょっと出してみましたけど、まあ、そしてなんだかんだ言ってるうちにね、もう皆さんクリスマスがやってきますよ。もうね、これ最近私の口癖でございます。ぼーっとしてると駆け抜けてしまう2013年、今日も今この時間に込めていきたいと思います。さて本日のゲストのご紹介です。滋賀県草津エステサロンフラップの安野忍さんにお越しいただきました。安野さん、まいりのキッチンへようこそ。こんにちは。こんにちは。実はですね、安野さんとの出会いっていうのは、フラップさんがね始められる前からなんですよね。どんなご縁があったのかっていうのがね、ちょっと気になるあなた、ぜひね、フラップさんに行っていただいて、安野さんに直接聞いていただくか、マイリーを訪ねてくださって直接どうぞ聞いてください。はい、フラップさん、はい、今何周年ですか？ちょうど3年をもう過ぎたあたりですね。そうですか、はい、早いですね。早かったです、ね、フラップさんを始められたきっかけっていうのをお話しいただけたらなと思います。はい、まあ始めるまでの12年半のエステティシャン生活の中で、はい、ちょっとやっぱりお客様と施術中しか関われないっていうことに、なんか接客の充実感っていうのがやっぱり感じられなくって、はい、でそこでじゃあまあお店をしたいと思った時に、うん、やっぱりこうもっともっとお客様の一人一人を大切にしたいなっていう思いがあって、はい、でまあ1対1っていうプライベートサロンで、まあ、ゆったりゆっくり、うん、過ごしていただける空間に慣れるような店をと思って、で今はもうお出迎えからお見送りまで一人でさせてもらうっていう夢の接客生活を送ってますそうなんですね、はい、エステサロンってね、本当に京都でももちろんね、滋賀県でも、日本全国ねたくさんあるんですけども、はい、私もやっぱりね、美を追求する、まあ、追求ってことでもないですけど、ちょっとでも綺麗になりたいんでね、やっぱエステサロンなんか行きますけども、なかなかゆっくりできるっていう空間っていうのは難しくて、あとですね、たくさんありすぎてどこ行ったらいいのかわからへんっていうのがありますけどね。そうですよね、はい、で私はお店をしていく中ですごく大切にしていることがあって、はい、それはやっぱり自分自身を知ってもらって、自信を持ってもらう、で例えばその自分にとって何が必要で、何が不必要かってわからないままに今、ご自分のお手入れをされてたりすると思うんですけど、はい、例えばね、エステに来るお客さんって、シワ、シミ、たるみが気になっているというか、大半なんですけど、はい、やっぱりこう一本のシワとか一つのシミにこだわってしまうと、どうしても視野が狭まってしまうので、そうではなく、やっぱりそのシワにもね、例えば笑いじわってすごい素敵なシワじゃないですか。もう私も笑いじわのある男性好きです、いいですよね、はい、でやっぱりそれって、その生き様を表すというか、やっぱりよく笑ってこられたお客様っていうのはすごい笑いじわもあって素敵ですし、でここで例えば思い悩んでずっと来たという方は眉間にシワがやっぱり入ってしまうんですね。ありますね、
考え事するとね、うん、そうなんですよね。でそれをまあ、うん、お手入れでじゃあ綺麗にしていきましょうと、はい、でまあしました、うん、である程度まあそこそこねご自分でも綺麗になったって言っていただいて、はい、帰り際にまた思い悩んでしまうと、うん、ねまた深く刻まれてしまうので、そうですね、だからまあお店にいていただいてる間に、はい、やっぱりいろんなお話ちょっとねゆっくりしていただいて、うん、お話をしながら、はい、じゃあその思い悩んでいることに対して、うん、はい、ちょっとこう自分なりに何かこうじゃあ悩まないようにしていくようにどうしたらいいかとか、うん、今必要なのは笑顔になることが必要で、思い悩むことがやっぱり不必要で、うん、でも思い悩んできたっていうのも頑張ってきた結果ではあるので、そうですね、うん、そこで一旦思い悩む自分も好きになってもらう、うんうん、そうですよね。結構思い悩むこと自体を責めてしまわれる方もね、うん、いらっしゃいますもんね。そうですよね、うん、でもそれもね自分が良くなるためのすごい一つの大事なステップだと思うので、うん、そうですね、はい、でそこをまず受け入れていただいて、うん、でそこからまあ何でしょうね、何か自分なりの解決策なんかを見つけていただいて、ね、うん、ちょっとリセットして帰ってきていただいたら、うん、また次の日からが変わるんじゃないかなと思います。そうですね、うん、あと美しさって結構ね人によって好みがそれぞれあるのと一緒で違いますよね、うんうんうん、そうですよね、うん、やっぱりみんながそれぞれに思う美っていうのがあるんですけど、はい、うん、やっぱりそれぞれのその一つの美というものじゃなくって、うん、はい、自分なりのオリジナルの美しさっていうのを引き出してもらうように、うん、やっぱりダイヤにはダイヤの、ルビーにはルビーの輝きを持ってもらいたいっていうのがありますね。そうですね、フラップさんに行けば、はい、自分がより輝くということです ね、うん、ですね。皆さんぜひフラップさんに行って輝きましょう。はい、いらしてください。もっとお話をお伺いしたいところなんですが、はい、とりあえず一旦ここで、はいはい、本日のゲストは滋賀県草津エステサロンフラップの安野忍さんでした。ありがとうございました。はい、まゆりの大体3分クッキング。本日は玉ねぎのオリーブ煮、レシピ提供はイグレックカレーの麻生よしきさんです。どこのご家庭の冷蔵庫にもあるであろう玉ねぎ、うん、この玉ねぎをシンプルに美味しく食べようという今回のメニューです。三日月に切った玉ねぎを手鍋に入れ、オリーブオイルでしんなりするまで炒めます。次に白ワイン、白胡椒、白胡椒じゃない、すいませんね、塩胡椒ですを入れます。クリームチーズ、そしてお好みでブルーチーズを入れ、玉ねぎの上に乗せまして蓋をして蒸しにします。ここがポイントです。別の小さな手鍋にトマトソース、もしくはトマトの角切りを入れ温めます。玉ねぎを皿に盛り、温めたソースを上からかけ、パセリのみじん切りをかければ出来上がり。玉ねぎってこんなに美味しいんやで、どやという料理です。もちろんね、他の野菜組み合わせていただくとハーモニーが生まれてね、より美味しくなるんですけれども、その場合ですね、野菜の硬さによって下茹でしてもらったり、フライパンに入れる順番を変えてくださいね。またブルーチーズね、苦手な方もぜひ入れていただきたいと思います。味にね深みが出ますのよ。はい、美味しいです。ぜひ試してみてください。以上、まゆりの大体3分クッキングのコーナーでした。では本日のラブソングのコーナーです。
い、奈良で活躍中の歌手ルミ with 田辺秀幸さんの2をお聞きいただいていますが、この歌はね、あの人との絆を歌った歌なんですけれども、うん、秋になるとなぜか失恋ソングが多くなりますよね。普段陽気な人も、うん、秋になると物悲しくなったりする、うん、安野さんいかがですか？します。します。はい、ね、あれなんででしょう？なんでしょうね。うん、あれね、夏から秋に向かって大きな変化を迎えるとき、はい、もうなくなってしまったと思っていた寂しい、悲しい、辛いという感情がハートから溢れ出すからなんです。で、なぜか。うん、溢れ出すのはね、うん、大きな変化を迎えるために必要がないものだからなんです、うん、要するに必要のないものは捨てないといけませんよね、うん、でも現れてこないと捨てるようがない、うんうん、というわけで、くるくる変わる感情が強く心に現れている人ほど大きな変化を迎えるというわけなんですね。不要なものを手放し、豊かな実りの時期を迎えるために、まゆりのカードセッションを受けてみませんか？詳しくはまゆりのブログ、幸せの種をご覧くださいね。はい、さてさて、まゆりのキッチンへようこそ。いかがでしたでしょうか？緊張しました緊張してましたか、はい、ね、安野さんにもうちょっと お話聞きたかったんですけども、ね、あの、パソコン検索、そうですね、はい、草津市フラップで出てきますので、はい、また詳しく見ていただいたらと思います、はいはい、ぜひ見ていただきたいと思いますね。はい、はい、はい、ですね、この、番組でございますが、118玉宝八尾平、いいわ玉宝八尾平の協力でお送りしております。はい、今日もね、まあ、15分という短い時間でしたですが、はい、すいませんね、あの時間の読み方がね、いまいち私まだ分かってないんですよ、はい、もう終わりでしょうか？あと1分、あと1分ということでございます、はい、すみませんね、あと1分ございます。はい、はい、あと1分もあるので、ぜひ言ってみたい。ちょっとね、短く、安野さんにとって、はい、自分らしさとは何か。ね、私はね、あの今回すごいバッサリ髪の毛を切ったんですけど、はい、それに対して、まあ、声かけてくださる方がみんな私には似合わないわとかって言わはるんですけど、はい、やっぱりその思い込みを取ることですね、はいはい、そうすることで、はい、一皮も二皮も向けて、はい、綺麗な自分が輝き出すんじゃないかと思います。なるほど、はい、はい、ではそろそろ締めに入りたいと思います、はい、はい、こんな風にお送りしてきました、うん、今日も皆さんにとってラブな一日でありますように。また次回も見て聞いて楽しんでね、うん、See you!